はい、16対9のシカゴの中に生きる妖精です。ナノブロック、ミーアキャット、ミーアキャット、ミーアキャット、僕の中で僕は動物とするならミーアキャットっていうね、何度も何度も何度も言っておりますが、ナノブロックでミーアキャット、ミーアキャットなんかね、アニアっていうのも、あ、だからシュライヒとかも、シュライヒはこれ一体、あ、親子だったっけ、いや、これ子供いたのかな、あれ覚えてない、まあ自分の動画見りゃ分かるんですけど、これ難易度は3、あれ難易度3だって、これはシュライヒのミーアキャットですね。アニアはこれ親子でね。シュライヒも親子だったような気はしてきた。こういう説明書法、こういう感じでね。ナノブロックする、作っているうちにこう学びまして、こういうトレイがね、あればね、100均で買ったんですよ。これ3個1000円、1000円じゃない。100均ですから。これトレイにこうぶちまけておいたらやりやすいんじゃないかなと思ってね。今日はトレイ2つでいきましょうかね。いいんじゃないですか、これ、ほら。ね、ナノブロック専用ピンセット。3ポッツ2個。難易度3なのね。ラクダが3でした。え、2だった。ラクダって結構ややこしかったんですよね。これトレイ便利ですよ。トレイ便利。っていう、今日はね、トレイが便利だっていう話でね。あとはもう完成すりゃそれでね、トレイ便利だなってずっと言っときましょうかね。トレイ便利だな、トレイ便利だわ、トレイ便利だわ、ほんと便利、トレイ便利だわ。こっち、これ、いや、単体だった、思い出した、多分そうだ、単体だ。白の2ポッツ、トレイ便利だ、ほんと、トレイ本当に便利、トレイ便利だわ。あ、ニューハーフ入んの？え、もういきなりニューハーフがここに来まして。これニューハーフって呼んでます、僕ね。二ポッツの面して、一ポッツだっていうね。親できたらもう終わりにしましょうか。で、ニューハーフ？ニューハーフ、ニューハーフ。ニューハーフ来て、ニューハーフ来て、ニューハーフの方に四角い一ポッツを。トレー便利だわ。忘れてた言うの。トレー便利だわ。トレー便利だわ。はい、完成。これミーアキャット。これで出来上がり。で、子供も作って、まあ、行きます。はい。はい、完成しまして、部品はね、ブロック。ブロックはこんだけ余りました。ね、結構余りましたね。もう一体ぐらい作れそうな、ミーアキャットショーなら作れそうな感じはしますね。こういうミーアキャット、親子。奥にも親子がいまして、ここに一匹狼のミーアキャットがいまして、ほらミーアキャットだらけですね。いいな、ミーアキャット、僕がいっぱいいますね。子供可愛らしいですね。親もいいですけど子供可愛らしい、ね、まあ、こういう上から撮ってもっぽいですね。すごいな、これね。背中はこういう。背中、ね、ちょっと背中。背中こういう感じですね。できました。ミーアキャット。ミーアキャット。で、ミーアキャット。ね。動物としたら僕、ミーアキャット。バチャバチャじゃん。